アニマロン怪奇創作神隠れの夏作真島文吉両親の離婚が決まり、父に親権を取られた僕は、父方の祖父母の家に住むことになった。父は母に対する嫌がらせのつもりで親権を取ったらしく、僕を自分の手で育てる気はないようだった。僕を祖父母の家に押し付けると、そのまま来た車でどこかに行ってしまった。父は悪い人で、しかも馬鹿だった。母が、僕を厄介者扱いしていることも知らずに、まんまと嘘の涙に騙された。父も母も新しい恋人がいるから、僕を必要としていない。すべて承知している祖父母は、僕を憐れんでくれた。祖父母はまるで、僕の理想の両親のように振る舞った。曲がったことが嫌いな、でも決して人を怒鳴ったりしないタバコ好きの祖父と、底抜けに明るく優しい、ラジオのハガキ職人の祖母。この二人からどうしてあんな悪い父が生まれたのか、心底不思議だ。僕は地元の小学校に通うことになったが、夏休み中のため、一ヶ月の宙ぶらりんになった。何でもある都会から何にもない田舎に移された僕は、自転車で片道20分かかるコンビニに行って、漫画雑誌を立ち読みしたり、スマホの電波を借りたりして過ごした。このスマホも料金を払う人がいなければ来月には使えなくなる。引き取られたばかりの祖父母におねだりするのは気が引けた。毎日祖父の自転車を借りて出かける僕を祖父母は活発な子だと勘違いしたらしかった。ある朝、僕は同年代の女の子を紹介された。髪が短くて目がちょっぴりつり上がってる黄色い花柄のワンピースを不満そうに着ている子だ。一目見て苦手と思った。可愛いのを鼻にかけてるのがひしひし伝わった。まゆちゃん、田久保と同じで親父のいない子だから気が合うだろう。仲良くしなさい。祖父はいい人だが言葉がぶっきらぼうで飾ることを知らない。まゆちゃんが釣り上がった目をもっと釣り上げた。仲良くってどうすればいいんだろう。玄関を出ると、まゆちゃんが無言で僕の足を蹴った。やるだろうと思った。こういうことをしそうな子だ。僕はまゆちゃんの鼻を指で弾いてみた。帰ってきたのは、よりによって頭突き。顎が突き上げられて、目の前に火花が散った。ひどすぎる。仲良くなんてできるわけない。僕は物置に自転車を取りに行った。銀色の大人用の自転車。サドルを限界まで低くして飛び乗るように使っている。発進しようとすると、まゆちゃんが荷台に飛びついてきた。足が地面につかないので止めることができない。走りながら、なんだよと怒鳴った。降りろよ！お前なんか嫌いだ！前を見たまま言うと、まゆちゃんが僕の腹にしがみつきながら肌をつねってきた。本当に嫌な子。僕は心底腹が立ったが、二人乗りで自転車を止める方法がわからず、結局コンビニまで行くしかなかった。途中の坂道で死ぬような思いをしながら目的地に着くと、結局、自転車置き場のコンクリートの壁に自転車をぶつけ転んでしまった。僕は足をすりむき、まゆちゃんも同じところをすりむいた。ほとほとうんざりしたが、まゆちゃんはなぜか楽しそうに笑い転げていた。この子、どうかしてるんじゃないか？僕は思いながら、でもまゆちゃんの声を聞いているうちに、不思議と心が落ち着いていった。その日は、結局コンビニに入らず、自転車を押して来た道を引き返した。帰り道のまゆちゃんはよく喋り、自転車を逆側から手で支えてくれた。嫌な子だったのに、話す言葉は綺麗で面白かった。祖父母の家で二人して傷薬を塗ってもらい、そのまま別れた。お互い5分足らずの距離に住んでいるらしい。晩ご飯の時に祖父に、仲良くなったかと聞かれた。僕は抹茶色の煮物をつつきながら、うん、と答えた。スマホがいつまで使えるかは気にならなくなった。何もない田舎をまゆちゃんに引っ張り回されるのが楽しくて、いつしかスマホはタンスの引き出しにしまいっぱなしになった。都会にいた頃は自分が虫取りや魚釣りに夢中になるなんて想像もしなかった。汚い色のクワガタやカブトムシなんて捕まえて何が楽しいんだと言ったら、まゆちゃんは緑色に輝くタマムシを捕まえてきた。渓流釣りなんて子供には無理だと言ったら、鮎を網で捕まえられる細い用水路に連れて行かれた。開業前に放棄されたホテルの廃墟を探検して、鍵の閉まってない自販機からサイダーの缶を取って飲んだり、水着を用意せずに滝壺で泳いだりした。まゆちゃんはよく笑い、輝くようで、でもたまに僕を蹴ったりつねったりした。僕はそんなまゆちゃんの意地悪も許せるようになった。やがて学校が始まると、僕はまゆちゃんの他に2人の同級生と知り合った。過疎。僕らが卒業すると廃校になるそうだ。今時、木造の校舎、和式のトイレなんて信じられなかった。でも、4人いる先生はみんないい人で、授業も楽しかった。時は早く過ぎ、僕は2度目の夏を迎えた。